アルベルト・フォン・ザクセン・アルテンブルクは、ドイツのザクセン・アルテンブルク家の公子で、プロイセンの軍人。全名は、アルベルト・ハインリヒ・オーゼフ・カール・ビクトル・ゲオルク、フリードリヒ。ザクセン・アルテンブルク公子・エドゥアルトと、その2番目の妻で、ロイス・グライツ公・ハインリヒ19世の娘であるルイーゼの間の、長男として生まれた。イフ妹に、ブルガリア王。 フェルディナントの王妃エレオノーレ・ロイス・スーケ・ケストリッツがいる。1861年から1865年まで、プロイセン軍ダイアリキ兵連隊の中尉として勤めた。その後、ロシア帝国軍に移って、後に名誉的な陸軍大将に昇進した。アルベルトは、ロシア帝室やサンクトペテルブルク宮廷と太いパイプを持ち、ロシア皇帝アレクサンドル三世の親友だった。 1885年の最初の結婚に際し、プロイセン軍の名誉的な騎兵大将の地位を与えられ、1889年には、プロイセン第三この駅兵旅団の旅団長となった。また1891年には、プロイセンの陸軍中将となった。1902年、クヘルミスのザラアン地区で死去した。1885年5月6日に、ベルリンにおいて、 プロイセン王子、フリードリヒカールの娘マリーと結婚した。マリーは、オランダ王子、ヘンドリックの未亡人だった。夫妻の間には二人の娘が生まれた。マリーと死別した後の1891年12月13日、レンプリンにおいて、ロシア提出の一員である、メクレンブルク公、ゲオルク・アウグストの娘エルナ・ゲオルゲエブナと再婚したが、間に子供はなかった。 ありがとうございます。